新型コロナウイルスの感染拡大が続く中初めての国政選挙です自民党議員の死去に伴う衆議院静岡4区の補欠選挙が今日告示されこれまでに3人が立候補を届け出ました立候補を届け出たのはいずれも新人で無所属の山口健三さん野党統一候補の田中健さん自民党の深澤洋一さんの3人です 無所属で元会社役員の山口健三さんは、今朝地元の神社で一人きりの飛翔祈願でした。自分の国だけがいいという考え方から、世界、人類が皆幸福になるように考えるということが、この s d g ズの根本的な考え方です。また県です。 野党統一候補の田中健さんは SNS のライブ配信からスタートしました集会を開けず握手もできない中での選挙です本当に国民を救えるのか本当に皆さんに寄り添った政治ができるのか私は今の政府にはそれを感じません自民党の深澤陽一さんは

NHK から国民を守る党の新人も立候補を届ける予定です。与野党が対決する構図で、新型コロナウイルスへの安倍政権の対応や経済対策などが争点になりそうです。投票は今月26日です。